DS PDS12畳を回っています。てことで今日ね、あるね、実験をやっていきたいと思います。で、実験って言ってもね、もうちゃんとね、もう絶対ね、成功する実験です。それは何でか分かりますか？みんなに3秒時間を与えましょう。1、2、3、ビリー！化粧作り実験キットね。キットをね、使えばもう間違いないんですよ。間違えること絶対ないんでね。キットはね、おすすめします。おすすめはラクメンデッションですね。でね、このね、実験は何をするかっていうと、なんかトゲトゲのね、結晶をね、作るっていうね、実験です。でね、実験はね、まあ、楽しむことも大事だと思うんですけど、なぜこういう風になるのか、どういう原理でなっているのか、そういうのをね、ちゃんとね、分かった上で楽しむのが大事なんですよ。やっぱ天才は違いますね。じゃあ、開けてみましょう。よいしょ。もうね、全然僕もね、どうなるのかわかんないんですよね。これが。よいしょ。海苔。普通の海苔じゃないか、これ。100円ショップでなんか、3本入りのね、海苔が入ってます。3本で100円ってやつね。と、なんだこれ。4が、尿素。尿素ってなんだこれ。とりあえずね、やってみましょう。ここに 15ml のお水を入れます。そしたら尿素を入れていきます。よいしょ。尿素がね、なんか溶けなくなるまで入れますって書いてある。なんかね、これ溶けないんですよ。全然説明書でなんかすぐ溶けるって書いてあるんですけど、全然溶けなくてね、すごい困ってます。なので仕方ないのでこのままやってみましょう。で、ロシ、これロシ、よくわかんない。ロシっていうのかわかんないけど、ロシっていう紙を乗っけます。そうすると結晶ができるみたいです。できました。結晶はなんか、1日経ったんですけど、どうですかこれ。結晶になってますよね。すげえ。おお、硬え硬え。え、ちょ、待って待って。え、すごい現象が起きてる。え、やばいやばい。え、すごいすごいすごい。結晶ができてる。やばいやばい。硬い硬い。ほら。成功でございます。なんか最初どうなるかってことやらと思ったけど、成功してます、ちゃんと。硬いし。で、これはね、なんでこうなるかっていうと、ちょっと待ってください。僕が教えますね。うるせえな。はじめ、シャレに入れた飽和水液は、ろ紙に染み込んでいきますが、しばらく時間が経つと、染み込んだ水が乾いて、尿素だけがろ紙に乗り込みます。すると尿素は溶ける前の姿をどんどん取り戻して、ろ紙の周りを塊で覆ってしまいます。この塊を結晶と言います。なんか解説が書いてあるんですけど、この解説読んでもね、全然理解できないっていうね。とりあえずね、尿素がね、こうね、結晶になったってことですね。なるほど。すごいっすよね、これ。ほら。うわ、ちょー！で、周りもすごいね、できてて、やばいんです。かっこいいなぁ。ってことで、なんか、よくわからず結晶ができたんですけど、結晶をね、できました。で、こういう赤い風にするには、なんかマジックペンでろ紙に書くとこうなるって書いてあって、僕青いの書いたんですけど、なりませんでしたね。ぜひみんなを真似してやってみましょう。ダンテスポイント、ブルーピッグレイトダミー。ってことなんです。 PDS 株式会社。